それではこれからインタビューを始めます。よろしくお願いします。過去の質問いきます。バスケ始めたきっかけは何でしょうか？バスケ始めたきっかけはですね、まあ、姉2人いるんですよ、僕。お姉さん2人いて、うん、で、まあ、その2人もバスケットを、まあ、僕が小学校になってる時、もうすでにやってて、で、お父さん、お母さんもバスケットボールのコーチ、ミニバスのコーチをやってたので、自然と自分もこう仲間外れにされないように始めたっていうのが多分最初きっかけです。はい。そうなんだ。そうなんです。だから、みんなと多分きっかけはあんま変わらないと思うんですよね。じゃあ次の質問いいですかね。はい。現役時代、まあ、何年かやっとられたと思うんですけど、一番仲良かった選手とかは誰ですかね。はい、一番仲良かった選手。そうですね。まあみんな仲良かったですけど、まあ、田臥勇太選手とか、はい、あと、まあ、伊藤大志選手とか、はいはい、わかります、ね。ですかね、皆さんが知ってるような仲だと、まあ、その、まあ、先輩後輩の関係にとらわれずに仲良かったのは、まあ、そうですね、今もみんな多分知ってる選手だとそういうところかな。あと、まあ、同期で、青野文彦っていう2メーター10ぐらいの選手が、僕の同期でいたんですけど、彼も仲良かったですし、はい。まあみんな仲いいですよ。先輩も含めて。すごい。私でも知ってる。何体体知ってる。俺一回田臥に会ったんだ。田臥に会ったんだけどね、高校の2年生の時で、バスケットボールクリニックで、ね、練習やってる時に、そこでタッチ相手してたのは、田臥勇太だったかなと思って、ちょっとびっくりしたかなと思いました。そう、田臥くんもいろんな活動してるからみんなと会ってるかもしれないし、これからね、会うかもしれないですね。うん。そう、みんなの練習にも来てもらいたいね、今度ね。いやいや、福岡はなかなか、なかなか難しいかもしれない。落ち着いたらね。ああですね。そうです。本当に、ね。今は落ち着かないと何もできないですね。何もできない。ね、本当にそれ。ちょっとね、いいですか、僕からもう一つ質問いいですか。はい。たくまさんが学生時代にウィンターカップに出られたのを僕、はい、リサーチして調べたんですけど、はい。能代大と戦った時に、その相手の選手の中に田臥選手とかは、はい、おられたんですか？そうです。決勝、能代工業との試合で、まあ、当時僕が3年生で、彼が1年生で試合したんですけど、まあ、当時はそんな、まあ、お互い仲は良くなくて、まあ、お互いの存在を知っているような感じで、まあ、後々喋ったら、まあ、お互いこうやっぱりちょっと他の選手とはこう感覚が違うっていう風にマッチアップした時感じたっていうことを話したので、なんかまあその後、一度彼が大学、ハワイの大学から帰ってきた時にトヨタ自動車で1年間一緒にやったんですけど、最初の出会いはその決勝戦ですね。1996年のウィンターカップの決勝戦で初めて対戦して、まあ、対戦して、で、それ以降も喋ったことはなかったんですけどね、トヨタに来るまでは。はい、やっぱトヨタ。はい。トヨタで、はい。いました。2002年か。あ、2年いらっしゃったんですね。彼が、行く前に1年、その時に住んでありました。あ、どう聞こえました？ちょっと一瞬途切れましたね。うん、一瞬途切れましたね。田臥くんが NBA にチャレンジする1年前に一緒にやってました。ああ、そっか。はい。そっか、すごい。
日本人初の NBA 選手ですから、田臥選手は。そっかそっか。みんな知ってるもんね。すごいですよね。うん。すごい、すごいですよな、ね。すごいね。今もやってるしね、40歳で。はい、そうですね。ねえ。すごいな。はい、すごいな。うん。次、僕の質問にいいでしょうか。はい、どうぞ。現役時代でも、今の活動の中でも辛かったことは何ですか？辛かったことですか？辛かったことはそうですね。やっぱりシーズン前の練習とかね、走り込みの練習とかがやっぱり辛かったので、その引退する直前とかはやっぱりなかなか若手と同じようにこう動けなくて結構ストレスになって、それはちょっと辛かったですね、やっぱり。練習はきつかったです。バスケット以外の練習が。ああ、ですよね。そうですよね。それ以外は特に辛いことはないですね。うん、そうですか。あと、まあ、シュート練習とかやっぱり自分が納得いかないシュートが、やっぱり若い頃は多かったので、うん、そこで悩んだ時期はありましたね。ああ、でもそれは私もありましたね。うん。はい。今うちのところ、うちの福岡は全然もう1年ぐらいやってない状況なんですけど、このコロナのせいで、はい、やってないけど、私も最初のそのスペシャルに初めて出会ったのがそこのバスケだったんで、その時に。やっぱ悩みましたね、シュートの自分の決め台シュートが決まんないし、チームワークとかどうすればいいのかちょっと分からなかったというのもありましたね。そう、同じような悩みがあって、まあ、はい、自分が納得いくシュートが打てなくて悩んだ時期はたくさんありましたね。ですよね、やっぱシュートは悩みますよね、はい、あ、いいですか、質問一つ。はい。はい。その、シュートとか、思い通りのシュートがならないときとか、悩んだときとかって、どう解決をしましたか？ああ、解決方法。解決方法は、まあ、まあ、シュートが入らないときは、やっぱり、いつも通り練習はするんですけど、そう、逆にそこまでこう追い込みすぎずに、リラックスすることも結構取り入れて、休む時間をちょっと増やしたりとか、あと、休む日をやっぱりバスケットからちょっと離れて過ごしたりとかしたのが一つと、うん、あとはやっぱり最初の頃、ルーキーから若い頃はこう自分の数字、結果を出したいと思ってばっかりいたんですね。そういう意識だけだったんですけど、うん、まあ、やっぱり、まあ、チームで勝とうっていう、チームで勝ちたいっていう意識、こう、味方のためにとか、チームのために、スタッフのために、ファンの方々のためにっていう思いが出てきてからは、こう自然とシュートっていうかボールが軽くなって、シュートの確率が上がったように感じたので、まあそういう思いを結構今は伝えてますね。うん。そこで思いだけで変わったっていう。そっか。あ、私からいいですか？はい。その関してなんですけど、そのバスケから離れてっていうのは、一体どんな感じでやられてたんですか？普通に買い物行ったりとか、あと友達と食事行ったりとか、うん、あとは、まあ、息抜きにね、お酒も飲み行ったりとか、たまに。そういうことですかね、こう。ああ、なるほど、はい。シーズン中にあんまりできないこととか。あ、そう。そうですよね。やっぱシーズン中はなかなかできませんもんね。そうですね。だからちょっと本当に何もバスケットのことは考えずに離れるっていう時間を作りました。うん、おー。それは確かにいいかもしれない。そうですね。うんうん。ですね。なんかあったかな、うん、あ、その、
すいません、また私からなんですけど、やっぱりお父さんと、お父さんとお母さんとか、そのお姉さんたちで影響を受けたって言ってたんですけど、はい、一番影響大きかったのはやっぱりどなたですかね、そのバスケやってて。バスケットに関しては、お姉さん、一つ上のお姉さんが、はいはい、今の桜花学園、昔名古屋短期大学附属高校っていうところにいて、最初すごくうまくて、自分よりうまくて、こう全国的にも有名だったので、お姉さんの影響は大きいですね。彼女、その姉をこう追いつけ追い越せの感じで毎日練習してた感じはあるので、はい。プレーに関してはお姉さんの影響は多くて、あと考え方、人としての考え方っていうのは、お父さんの考え方とか影響は大きいかなとは思いますね。ありがとうございます。そうなんですね。はい。お疲れ、ちょっといいでしょうか。はい。いいなとかいいでしょうか。渡辺拓磨選手は、芸能界で一番憧れてる人って誰なんですか？芸能界？芸能界は、ファンってこと？誰かファンがいるか。ファンは芸能界はそんないないかな。あんまりそういう人が今まで、バスケット界だったら、マイケル・ジョーダンに憧れて、いろんなプレーを真似したっていうのは、小さい時ありますけど、芸能人はいないな、ずっと。わかりました、はい。やっぱりあれですよね、バスケって言ったらやっぱマイケル・ジョーダンですよね。そう、やっぱね、今もいろいろ映像出てくるしね。そうですね、いろんな映像ありますよね、そうバスケで探したらもう本当一番に出てくる。そうだね。はい。一ついいですか。はい、はい、マイケル・ジョーダン以外にこう憧れているというか好きだったなって選手はちなみにいますか？好きだった選手はみんな知ってるか分かんないけど、ポール・ピアスっていう選手とか。ポール・ピアス？ポール、引退しちゃったけどね、ボストン・セルティックスに行った選手とか、そうかな、好きだった選手は。ありがとうございます。はい。なるほど。じゃあ。もう一ついいでしょうか。渡辺拓さん、拓磨さんは、好きな四字熟語は何でしょうか。四字熟語。突然言われてる。四字熟語は考えたことないな。ちょっとないかな。でも、なんとかなるってずっと思ってるんで、何がこう嫌なことあってもね。ああ。そう。なので、ちょっと四字熟語は探しておきます。今ないから。わかりました。すみません。はい、そういう質問も来るんだな。いいですか。その関してなんですけど、はい、なんか、これを聞いてすごく支えになったっていう言葉とかありますか？そうですね。その、例えばその、なんとかなるっていう言葉も、それも一つだと思うんですけど、はい、なんか他に、これを監督とかに言われて、はい、なんていうんですかね、もっと頑張ろうとか、もうちょっとあれだなって感じで思ったっていうのはありますか？なんかやっぱり、後輩、仲いい後輩に言われたことで、大学時代。僕結構緊張するんですけど、試合とかで。うん、でもなんかその彼も誰から聞いたかわかんないですけど、
こういい選手、素晴らしい選手ほど緊張するんですよって話を聞いたときは、結構軽くなったというかね、体が、あ、そうなんだっていう、緊張って悪くないんだなっていう考え方に変わったんで、それまでやっぱ緊張することはやっぱり自分のプレーがこう制限されるようで嫌だったんですけど、まあ今も子供たちとかにその緊張どうしたらいいって聞かれるんですけど、やっぱそのアドバイス、いい選手と緊張するんだよっていうことは、まあ自分にも言いながらも、こう、子供たち、まあ皆さんにも通じることだと思ってて、それは結構ためになりましたね。こう楽になったというか。ああ、確かに確かに。みんなも緊張するでしょ、試合前は。ああ、しますね。めちゃくちゃしますね。しますね。汗がやばい。緊張することもありますけど、でもちょっと力が、無駄な力が入ることもあるかなと思います。そのもう。無駄な力ね、それはわかる。入るね、無駄な力も入る、はい。その時はこのことをちょっと思い出して、プレーに臨むと、なんかこう、平常心でできたりとかしたので、はい。まあ、ちょっとみんなも、心がけてみてください。心がけてるというかな、ちょっと思い出して、緊張した時は。緊張してるなと思ったら、あ、自分はいい選手なんだと言い聞かせれば、ちょっとね、自信も出て、いいプレーも増えるかなと思います。わかりました。はい。はい。いいですか、次の質問。一番印象に残った大会は何ですか？一番印象に残ったと大会は、そうですね、まあ、やっぱりいろんな優勝とかもしたんですけど、でみんなのアブダビとの試合とかもすごい良かったんですけど、まあ、今、自分がこういう仕事、いろんな仕事できているきっかけになったのは、やっぱりそのさっき言った96年、田臥君と試合した決勝戦、ウィンターカップの。やっぱその試合がの影響が大きいかなと思いますね、今。なので一番印象に残っている試合ですね。うん、はい。そうなんだ。はい、です。いやー、そうなんだ。その印象に残ってる試合で、なんて言うんですかね。これってなんか言うのってありますか？このシーンがとか、今でも覚えてるなとか言うのってありますか？そうですね。田臥くんとこうマッチアップしたシーンは覚えてますね、今でも。すごい。あとは最初の得点とか、決勝戦の。はい。はい、今でも覚えてます。おー。それぐらいやっぱりインパクトがある試合でしたね。おー。なるほど。へぇー。はい、残るものなんですね。そういう試合、いい試合をすると。そう。だから、ね、その高校の時の試合で、こう、すべて自分のこう、方向性が決まったような試合だったんで、うん、今の子たちにはやっぱそれでこうね、決まってしまう試合でもあるから、やっぱり一試合一試合ね、一生懸命情熱持って臨むようにって話はたまにしますね。ああ、一試合、あ、一試合ね。そう、自分の思いを乗せてね、試合のことでやっぱり、はい、じゃあ次行って、今現代のこと の話になるんですけど、よろしいですか？はい。大丈夫ですか？はい。あ、電波悪いか。電波が悪くなってきた。あ、はい、聞こえます。大丈夫です。ありがとうございます。はい、はい、聞こえます、はい。はい、大丈夫です。今、
今ですね、そのスペシャルオリンピックスでアンバッ、ドリームサポーターされてると思うんですけど、それを知ったきっかけって何ですか？はい、知ったきっかけは、アルバルク東京っていうチームのフロントにいたときに、はい、まあ、スペシャルオリンピックスさんにこうチームがスポンサーしていただいてて、それでそのアルバルクのホームゲームとかに来ていただいたりとか、あと、アルバルク東京辞めるタイミングで、このスペシャルオリンピックスっていう存在を有森ちゃんから話をいただいて知りました。はい。で、きっかけはその辞めて、まあ、いろんな活動をしていきたいっていうことを、まあ、トヨタの方とか、有森さんに相談したところ、ぜひじゃあバスケット界から、ドリームサポーター今いないので、バスケット界にもこういう活動してるっていうことを知ってもらうためにも、ぜひお願いして、やっていただきたいっていうことで、やるようになりました。はい、はい。そうです。なんか他のスポーツからは、たくさんそのいろんなレジェンドの方が参加してるって聞いてたんですけど、バスケットボール界からはなかなかこういう機会がなかったらしいので、今まで。はい。それで、じゃあ、こう、やってみようかなっていう思いと、まあ、有森さんの熱意があって、ですね、きっかけは。はい。ですね。ああ、そうなんですね。はい。はい。ありがとうございます。なるほど、なるほど。はい。やっぱみんなきっかけ、気を。はい。次、僕でいいでしょうか。はい。はい、どうぞ。今、なんだろうな。福田はファイアボンズのチームですけど、現役選手の中で気にかけている選手はいますか？気にかけている選手は、まあそうですね。まあ仲いい後輩はたくさんいますけど、6月から京都ハンナリーズっていうチームのちょっと GM をすることになったので、その京都ハンナリーズのチームの選手は気にかけてますね。あ、はい、やっぱり、あ、初めて行くところだからっていうのもあるんですかね。そうですね、初めてだし、あと、まあ、そのチームを強くしなきゃいけないので、まあ、バスケットボールに専念できるような環境を提供するようにっていうのと、あとは選手のコンディショニングとかも、あと、まあ、そういうメンタルのところとかも気にかけたりしなきゃいけないので、うん、今はそうですかね、はい、そこのチームの選手たちを気にかけてますね。わかりました。ありがとうございます。はい。いや、いいですか、僕から。はい。はい、バスケットをやっていて楽しいと思う瞬間はいつですか？そうですね。まあ現役の時はやっぱ優勝したりとか、自分が活躍したりとか、まあそういうシンプルなことで楽しいと思いましたけど、まあ今は引退してからは、やっぱりバスケットを通じて、まあみんなとか、いろんな方との出会いがやっぱあるんで、いろんなジャンルの方、うん、あとは知らない土地に行って、でいろんな子たち、いろんな関係者の方々に会って、まあ、その方々を通して、まあ、バスケットのことだったりとか、その土地のことを教えていただいたりとかするので、そういうのがすごい楽しいですね、今は。やっぱ出会いがあるので、それが楽しいですね。ありがとうございます。はい。その出会いの中で、やっぱり、なんていうのかな。その、まああれ、もちろん皆さん、みんなに会えてよかったとは思うんですけど、これが、よかった、もうこの人に会えてよかったなとかいう思う人っていらっしゃるんですか？もちろん皆さん会えてよかったと思うんですけど、はい。そうですね。まあ、この人っていうのは、まあ、ないですけど、はいはいはい、まあ、やっぱりいろんな方が本当同じぐらいの出会いであっ
って、そこからいろんな方にこうまた出会いが出会いをあげてくれるので、うん、まあ、この人っていうのはないですけど、まあ、本当に全て同じ出会いなくて同じ話がないので、まあ、みんなが、みんなとの出会いがやっぱり貴重でした。ああ、ね、ですね、はい。はい。ありがとうございます。なるほど。はい。はい。あと、あ、私からいいですか、はい、またすいません、引き続けて。あの、はい、今ほら、こういうコロナ対策、コロナのせいでいろいろ動けない状況じゃないですか。で、今、あの、はい、なんだっけな、どこの地名、名前なんだっけ、出てこない。京都、京都アンナリー。あ、そうそう、その、あ、あの、そこもだなんですけど、福島ファイヤリー。あ、ファイヤーボンズ。ファイヤーボンズ。ボイズの活動って今どんな感じになってるんですか？ファイヤーボンズでの僕の仕事は、まあ、その、ユース、子供たち、あの、アンダー10から、はい、アンダー U18 か、U10 から U18 の、そういうユース活動のシステムの構築のお手伝い。はい。で、まあ、B リーグには、その、ユースカテゴリー、その子供たちを発動する環境を整えなきゃいけないっていう決まりがあって、で、その、構築のアドバイスをする仕事なので、まあ、福島県、すごい広いので、その、一定の市だけで活動するんじゃなくて、全域にこう広げなきゃいけないので、まあ、そういう場所を決めたりとか、どういうシステムで子供たちをこうどんどんこう成長させるのかっていう話し合いをしながら、そのユースの、各クラスを今増やしてる段階ですね。今は郡山市っていうところがあるんですけど、そこがメインなんですけど、もっとこう全域に広げて、各地域、福島県全域の子供たちが、そういうユースの環境、練習にこう触れれるようにしようっていう活動をしてます。ああ、なるほどですね。はい、じゃあ今はその福島全体に、その、バスケやる子たちとかをそうやって増やしていってるっていう感じですかね。そうですね。増やす。環境を作る。環境、ああ、はい、プレイできる環境が作れるようにしてるんですね。はい、ああ、なるほど、なるほど、はい。ありがとうございます。なるほど、なるほど。次、僕でいいでしょうか、クリーンのところ。はい。いいですか？いいですよ。渡辺拓馬選手ですけど、あの、バスケのね、始めた年齢は、何歳から何歳まで始めたんですか？始めたのは多分6歳とか7歳ぐらいの時。ああ。で、引退したのが38かな。はい。38歳。おお、そうなんだ。はい。あ、じゃあ本当、小学1年入った頃ですね。そうです。1、2年生の頃から。スタートしてましたね。はあ。はい。今現代、ほら、こういう、あの、バスケってぶつかり合いのせいで、なかなか活動できないじゃないですか。練習とかはどういうふうにされてる感じですか？練習、そうですね。PCR 検査とか、B リーグの選手が受けて、してるのあるそういう、棒をしながらやってると思います。僕もその頻繁に練習に行ってるわけではないんですけど、
はいはい。はい。どうしながらですかね。そのみんなと同じように、その、まあ、バスケット以外の時は、外出しないとか、はい。まあ、そういう本当に基本的なことを、しながらやってますね。ああ、なるほど、なるほど。はい。なんか、ちょっと、私、今、その、福岡が、その、できない状況だから、あの、何もやってない状況なんですよね、はい、本当に。もう、ボールすらももう、1年ぐらい多分触ってない状態でいるんで、それで、あの、何かできる方法ってあるのかなと思ってて。そうです。家の中で、まあ、ボールは使えないですけど。うん、まあ、ちょっと、まあ、ありがちだけど、体幹のトレーニングしたりとか、やっぱいろんな映像でイメージしたりとか、かな、うん、あとはランニングとか、ウォーキングとか、ちょっとリラックスしたり、うん、ちょっと人を込みに入らずにできるといったら、そういうことぐらいかな。ああ、なるほど、なるほど。あとはみんな多分大会でこれからいろんな場所行くと思うんで、まあ僕もそうですけどね、なんか時間使って英語とかね、そういうの勉強してもいいのかなと思いますけどね。ああ、そっかそっか。そう。海外の方と話せるようになるとすごい、はい、視野が広がると思うから。そう、そうですね。なるほど、なるほど。うん。あ、はい。わかりました。ちょっと、ちょっと今の状況で取り入れるか、取り入れられるように頑張ります。まあ、なんか、ね、自分に合ったものをね、無理することなく、はい。合ったものを見つけて、それをこう適度にできればいいかなと思いますけどね。あ、はい。わかりました。ありがとうございます。ちょっと自分に合うやつをちょっと探してみたいと思います。はい。じゃあ、いいかな。じゃあ、ちょっと引き続き私になってしまいますけど、未来の方でよろしいですか？あー。OK です。大丈夫です。大丈夫です。あ、はい。はい、今ですね、さっきちょっと話してた、福島ファイヤーボンズの、はい、の育成コーディネーターで子供たちと、がどうなってほしいですかね。例えば、プロの選手になってほしいとか、なんかそんな感じで、はい、なんか願いはありますか？そうですね。まあもちろんプロのバスケット選手になってほしいっていう希望もありますけど、まあ一番はそのバスケットっていうスポーツを通じて、まあ彼らがその大人になっていく過程でそういうスポーツを経験して、こうスポーツの素晴らしさとかを理解することで、まあどんどんそういう魅力を自分に近い人に伝えていける。こうスポーツをしててバスケットボールしててよかったって思える人になってもらいたいなっていうのが一番なので、まあ、途中でバスケットボールまあやめても全然いいと思いますし、こうこれからいろんな社会に出ていろんな悩みがあった時にこうスポーツでちょっとそのストレスをね発散したりとか、こうスポーツのおかげでこう楽しい人生を過ごせるようなそういう気づきをこのファイヤーボーンズのシステムでこう感じてほしいなと思いますね。まあ、そういう人になってほしいです。うんうんうん。確かに確かに。そうですよね。はい。はい。あ、ありがとうございます。はい。はい、あ、次いいですか？はい。はい。SO で、これからまあ、今 3×3 とかいろんな3対3とかいろんな競技があると思うんですけど、僕はその3対3とか、ものすごく興味が出ていて、SO でこう 3×3 が広まっていったらいいなと思うんですけど、はい、なんかアドバイスとかありますか？おで、まあ、まずはその今、チームで3
J3 をやってみるのがまずスタートかなと思うんですね。そこで楽しさをみんなに共有、共感してもらって、じゃあ何かのイベントで、じゃあ、3X3 の大会を開こうとか、そういうことにつながると思うんで、まずはその自分たちの仲間、チームでやってみて、楽しさをこう感じることがスタートかなと思います。はい、それをまたみんなで伝えてね、はい、いいかなと思います。また私からよろしいですか？はい。すみません、何度も。私のところですね、福岡の方が女子が全然集まんなくって、今やってるのが3人ぐらいしかいないんですけど、その、どうやったら、なんか、あれですかね、集まるってわけじゃないけど、楽しさを伝えられるでしょうかね。そうですね。それこそその 3X3 とかね。やれたら楽しさが分かりやすいかなと思うので、まだちょっとコロナが落ち着いてないんできついかもしれないですけど、そういうバスケットの、魅力をやっぱりこう積極的に伝えていくこと、自分にまあできる範囲で、なので、SNS 使ったりもいいですし、身近な友達に感想を喋ったりとか、スペシャルオリンピックスの活動を通じて、B リーグの選手とか、イベントにも出れるとか、そういう話もしつつ、やっぱ自分がこう参加したっていうことをどんどん伝えることが、近道だと思うので、そうしたら同じ考えを持ったね、ここはまた、入ってくれるんじゃないかなと思いますけどね。なるほどですね。はい、じゃあやっぱりなんかイベントっていうか、なんだろう、まずは自分たちでそのもっと楽しさを知って、そこからいろんな今スペシャルだったら SNS で今広めようとしてるから、そんな感じでやっていったらいいってことですかね。そうですね。その自分がこう辛くならない程度ね。はい。あとはみんなが自分が楽しんでやってれば自然と広まると思うんで、まずは自分が楽ことを広げたらいいですね。はい、そうですね。はい、僕からちょっといいでしょうか。はい、さっき渡辺拓真さんは試合前の時で一番聴いている曲は何でしょうか？聴いている曲、聴いている曲、あんまり曲かな。自分、試合前にはあんま聞かずに、余計な情報を頭に入れずにっていう感じで、とりあえず自分がいいプレーをしているイメージを持って臨んでたので、音楽はあんま聴かなかったかもしれないです。はい。そう。普段もそんなに聞かない感じですか？音楽っていうのは。普段はたまに聞きますよ。ああ。はい。どういう曲に聞きますか？とにかく普通に日本でヒットしてる曲とか、有名になってる。若い子が聴いてる曲も聞くし、あと洋楽も聞きます。はい。R&B とかヒップホップも聞くし、はい。自分がいいなと思った、こう耳に残った音楽は聞きますね、曲とか。いいですか、僕から一つ。はい。ちょっと音楽につながるんですけど、読んでる、漫画とか、おすすめの漫画とかありますかね？おすすめは、そりゃスラムダンクですかね。ですよね。やっぱり。やっぱりやね。
バスケのつながりといえば。ちょっとわかんないな。スラムダンク。それ昔子供の頃読んだけど、今、僕違いますね。そうなんだ。スラムダンクはね、映画化が決まって、今、大注目の、アニメなので。新作版も出てる。そうそうそう。大注目の映画。あ、映画じゃないね、アニメ。そうですね。やっぱスラムダンクがやっぱ一番きっかけですもんね。そうだね。まあ、もう僕ら中学生ぐらいの時に始まった漫画なんで、本当に読みながらプレイしてた感じかな。あ、その、ね、その中に出てくる、あの、プレイドを真似したりとかはされてたんですか？プレイというよりは、まあ、毎週楽しみに待ってたような、どういうストーリーになるのかとか。ああ。そう。かな。はい。なるほど。そうなんだ、そうなんだ。あと何個だっけ、ね、俺らだったら黒子のバスケが主流だけど、主流やけど、たくまさんたちは中学校時代はスラムダンク、やっぱ違うね世代がね、やっぱ世代がやっぱり違いますね。うん。私もあれだったもんな。兄が見てたから、ちょっとだけ見てたもんな。ああ。うん。今、バスケット漫画で、スイッチって漫画もあるんで、たくまさん読んでみてください。おすすめです。こないだ小塚さんにも、あの、おすすめしましたけど、たくまさんにもおすすめします。めちゃくちゃ面白いです。聞いたことある。読んでみてください。はい。めちゃくちゃ面白いです。わかりました。そうなんだ。ごめん、もう一つでいいですか？はい、いいですよ。今、渡辺拓磨選手はサポーターやってますけど、やってないときに、なんかゲームとかやってますか？なんかのゲームやってますか？ゲーム？スイッチとか含む。コロナになったばかりの頃は、家族で動物の森とか。ああ。動物森。はい。ちょっと今はもう全然ちょっと手つけてないんで、やばいですけど。確かに。ちょうど 1年前ぐらいはやってたかな。とか、まあ、2020年はやったかな。ちょうどこっちはオリンピックやってね、オリンピックのゲームやってるんですけど。おお、いいじゃん。すごい、それは。料理手に入れたかなと思います。あるね、ゲームソフトね。そう、ゲームソフト。あるね。あるね、確かに。俺、ね、も持ってる。あ、持ってるんだ。持ってる。スイッチ買いたいけどね、買えない。なかなか高いよね、スイッチね。高い。でもこっちの中で、吉田沙保里選手とか桐生とかも含めて入っておりますね。そうなんだ。バスケ。そうですね。ですね。たくまさん、いいですか？いいですよ。私ですね、なんだろう、バスケの試合の時ですね、今はあんまり起きなくはなってるんですけど、なんか、なかなかシュートが入らない時とか、相手にその、もう邪魔されて、ドンってされて、取られた時とか、すごく、なんだろう、イライラしてしまうことが多いんですよね。それを抑えるっていうか、なんかそういう、させない方法っていうのってありますか？そうですね。やっぱり、僕も、感情が、こう、
まあ、低すぎても高すぎても、うん、練習の通りプレーができないっていうのを経験してきたので、やっぱ練習の時のメンタル状況が一番そのいいって思ってて、でも、こう、集中とか緊張がなさすぎてもダメなので、そういう、本当自分なりの方法をやっぱ見つけることがやっぱ大事だなって気づいてて、こう人からアドバイスして、例えば僕が今こうアドバイスを送ったとしても、多分それは、合わないかもしれないじゃないですか。ああ、はい。なので自分だったらこうどうやって抑えられるかなっていうのを見つけなきゃいけないので、うん、だからその日頃からその本当練習も試合のようなこう気持ちで臨むことで、そういう解決策を練習でこう見つけることができるので、うん、だからイライラしそうになった時もやっぱりぐっとこらえる、どうやったらこらえられるか、何か違うことを考えるのか、例えば一回練習を抜けるのか、交代するのかとか、いろんなまあ方法があると思うんで、そういうのもちょっと試しながら、うん、やっぱ自分に合ってるものを見つけるのが大事だと思うんで、まあ、僕もその、やっぱり経験しないと解決策も見つからないので、今イライラするとか、そういうふうに経験してる段階なんで、それをやっぱりこう、経験した意味をしっかりと理解して、その時間が、解決するスピードが遅かれ早かれ、こう、ステップアップできるように、同じミスを繰り返さないように、次の試合はイライラしない。こう言い聞かせてやっぱ望むことしかできないと思うので。ああ。そうな、あとはそうですね。そうなる原因をしっかり知ることですよね。どういう時にそうなってしまったか。ああ。もしシュートがブロックされてイライラしたっていうんだったら、ブロックされないような工夫をしなきゃいけないし、うん、こうディフェンスに当たられてボール取られたって言ったらどうして、それを取られないようにはどうしたらいいかっていう。遡って、原因を見つけることが、まあ。やっぱり、あれですね、自分に合ったものを見つけ出して、それを、まあ、取り入れるっていうか、まあ、やってみて、それでも慌てなかったら、また最初から、また一番最初から探し出すって感じですかね。そうだね、まあ、最初からっていうのはならないと思うんで。絶対やることでもう全、このレベルは絶対やることでもう上がってきてると思う。そのやっぱりちょっと戻るけど、またその分こう、アップに、はい、進めると思って、問題ないかなとは思うけどね。あ、わかりました。ちょっともう1年以上やってないので、ちょっと、自分でもちょっと怖いんですよね。なんていうか、大会の時に、またイライラが出ないかなとか、みんなに、ちょっと、昔、ちょっと、当たってしまったことがあるんですよね。大会の時に。なんでって感じで。もう自分勝手でやってた時があったので、それが出ないかっていう、ちょっと心配があったんで、ちょっと、どんな感じのアドバイスがあればなとは思ったんで。あ、でも、すごく良かったです。まあ、でもあれですね。あとは、うん、まあ、ずっとやってないけど、再開したときに、やっぱり、うん、そういう思いか、忘れたわけし、したとき、イライラしたときに、こう、それを見てる人とか、関わってる人が、やっぱり、どんな思いをしてるかとか、嫌な思いを、あと、この人のことを、同じことはしないと思うんでね。はい。うん、やられたら言えないようにっていうところですね。ですね。はい。はい。そこですかね。根本なとこは。バスケットに限らず。ですね。はい。はい。ありがとうございました。はい。僕からいいですか、一つ。どうぞ。はい。現役とか学生時代に、まあ、バッシュとか、履いてたと思うんですけど、
おすすめのブランドとかありますか？おすすめはそうですね。現役の時はナイキを履いてたんですけど、まあ、今は、アルバルク東京にこういたこともあって、アルバルクはアディダスがスポンサーで、その当時にアディダスの方にすごいお世話になってて、今もお世話になっているので、今はアディダスを履いているので、はい。アディダスが今はいいかなと思いますけど、まあ、それはやっぱみんな足違うので、でも、好きなやつ、やつを探せばね。電波がおかしいね。うん、電波がおかしいね。聞こえました？あ、聞こえたか。電波が悪いっすね。今は聞こえますか？あ、今は聞こえますね。あ、今は綺麗に、はい。はい、すいません。いえいえいえ、まあ、シューズもね、はい、自分に合ったのがいい。こんなことですかね。また電波が固まってる。悪いなあ。あら、復活したかな。ちょっと、あの調子が。合いません。ちょっと、大丈夫聞こえましたね。あ、すいません。あ、大丈夫です。聞こえます。はい。そうですね、ナイキ。僕も今、アディダス履いてるので。どこですか？あ、でも、こっちを言うと、アシックスが履いておりますね。アシックスもね。いいね、アシックスもね。いや、ゴールドが入ってるんです。ゴールドが入っておりますね。まあ、シューズは最近はいいのばっかだからね。そうですね。今いいのがめちゃくちゃ出てるので。めちゃめちゃ出てる。ね、めちゃめちゃ出てるよね。出てます、出てます。はい、あ。いろんなところから出ていいから、もうどこをあの買えばいいかがわからなくなっちゃいます。それもありますな。うん。ナイキか。バッシュ履いて、履かんといけんな。合わんくなってるかも。そうね。ごめん、僕もう一個いいでしょうか。はい。あの、さっき渡辺拓馬さんのバッシュのこと言うんですけど、あ、靴のサイズって何センチなんですか？これは32センチです。でかっ、もうでかい。32、はい、いいです。うそやろ、すごい。32とかあった、こんなあったことないかもしれない。みんな大きいよ、バスケ選手は。ですよね。プロ選手は多分、うん、足のサイズでかい人が多いですよね、多分ね。うん、多いね。最後にもう一個でいいでしょうか。はい。あの、渡辺拓馬選手は今バスケでやってますけど、ライバル選手って誰なんですか？ライバル。はい。ライバルは、もういないかな、やっぱり、そんなに。同じポジションの選手はたくし、こう誰かにやっぱりその執着したら他の試合に影響もあるしと思ったんで、そういうのはあんまりこう作らなかったですね。もう臨機応変にこう柔軟に対応できるように、何でもこうやっぱ対応できるようにしてましたね。ああ、すごい。すごい。すごいなぁ。そう、やっぱね、ライバル作るとその人にはこう感情入るけど、やっぱその人と以外の時にちょっとね差が出たりするんで。ああ、そうですね、そうですね。はい、そうですよね。ね、確かに確かに、わかる。
ごいな。私はあれだからな。なるほど。うん。はい。じゃあ、最後の。いいですか、ね、千葉さん。最後のありたいですか。いいですか、聞くこと。大丈夫ですか。閉めますよ、そろそろ。いいですか。大丈夫ですか、閉めますよ。大丈夫です。大丈夫です。はい。じゃあ、最後ね、アスリートアンバサダー、この3人がいるんですけど、なんかアドバイスとかあったりしますか、たくまさん。うん、まあ、こういう厳しい状況ですけど、やっぱりこういう経験をできるっていうところも、やっぱり、今この時代を生きている皆さん、僕も含め使命だと思うので、まあ、こういう時をどう生きていくか、どう楽しくポジティブに生きていくかっていうことをやっぱり次にね伝えていけるようにしなきゃいけないと思うので、やっぱりこう下を向くことなくね、こう常に前を向いて、バスケット以外のこともね楽しくこうやっていければと思うんで、お互いを支え合って、一人で抱え込むことなく、この活動をしていってほしいなと思います。なので、コミュニケーションをしっかりとって、これからも活動していってください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これでインタビューを終わりにしたいので、じゃあ、アスリートアンバサダー一人一人から感想を言いたいと思うので、はい、最後に、たくまさんにも振るので、僕たち3人が喋る間、考えておいてください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。貴重なお時間をありがとうございます。僕にとって憧れのたくまさんなので、いろいろなお話が聞けてよかったと思いますので、また会う機会があればよろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、アイスさん、よろしくお願いします。じゃあ次、アイスさん、お願いします。本日お時間いただきありがとうございました。まあ、こういう厳しい状況でしたけど、まあ、アスリートを、いや、まあ、なんだろう、SO のアスリートの人も、もうみんなの組む世界中の方にも頑張っていきたいと思います。頑張っていきます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にリミさんお願いします。はい、渡辺拓磨さん、本当に貴重なお時間を本当にありがとうございました。バスケの選手とかいうのは私あまり話したことを、やっぱり女性っていうのもあってなかなか話す機会がなかったので、こういう機会をいただけて本当嬉しく思います。また機会があったらぜひこちらのアンバサダーの方にも遊びに来てください。本日本当ありがとうございました。はい。じゃあ、はい、最後にたくまさんからも今日の感想をお願いします。はい、そうですね、まあ、こういう時間を作っていただいて本当に嬉しかったのと、感謝しかありません。で、まあ、この、ね、状況が落ち着いたらもちろんコート上でみんなと会えると思うので、まあ、それまではさっき言ったようにね、下を向くことなく前を向いて楽しく過ごしていければなと、お互い楽しく過ごしていければと思うので、まあ、それまでお互い支え合っていきましょう。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はインタビューの時間をいただきましてありがとうございました。アンバサダーとしての意気込みはもう、これからもいろいろと、皆さんに支えながら、楽しくこのアンバサダーの活動をして、もしもコロナが落ち着いたら、ぜひお会いする機会を楽しみにしたいと思います。はい、本日は本当に、貴重な時間、ありがとうございました。ありがとうございました。